お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらのウォールブレイカーデッキやっていきたいと思います。さあ、というわけで懐かしのね、マジアチョウォールブレイカーですね。僕がねめっちゃ愛用してた、はい、矢の雨ボムタワーのデッキなんですけど、まあここ最近はねマザニクですよ。はい、マザニクおばちゃんが言ったことによって、まあコウモリとかスケとか全部ね、無駄になっちゃって、活躍する場面がなかったんですけど、マジマザニク解放されてから全然使われてないですね。はい、バランス調整で HP がね加放されて、まあ、矢の雨雪玉とか矢の雨ザップで処理されるようになって、ちょっと弱くなったので、まあ、全く使えないわけではないと思うんですけど、全然見ないです。はい、使われてるのは本当に見なくなったので、まあ今シーズンは高回転系のデッキもね結構強くなったんじゃないかなと、まあ小物系がすごい活躍するんじゃないかなと思います。というわけでね、早速やっていきたいと思います。さあ、よろしくお願いいたします。まあ、今シーズンはね本当に高回転とか、まあ、小物系が活躍すると思うんですよね。まあそれこそマザニクがね大きな理由なんですけど、あとはこう吹き矢とかね、はい、強化されたっていうのもあるので、まあ、より高回転がね多いんかなと思うんですが、まあそんな中でですよ、ゴルナイがやっぱね天敵になってくるんですよね。またあの子ですよ、本当にヒーローおじさんがね、はい、多分結構暴れると思うんですけど、まあ、このデッキは多分ヒーローおじさん来てもなんとかなります。多分バルキリーで高め受けとかすれば、まあなんかゴルナイとかにもねなんか安定して戦えそうな気がしてます。さあ、なんか相手事故ってます。はい、めちゃくちゃでかいですね。でしっかりバレルはね矢の雨だったり、あとはコウモリだったりで対応しながらやっていきましょう。いや、なんかウォルブレイカー入ったらでかすぎん。で今回の相手はアウプリですね。アウプリもねアウトローと吹き矢が強化されたんでね、両方強化で、まあ、使われてるよねって。で天敵のマズネコもね減ってっていうので、これがまた暴れちゃうんですよね。やばい、これウォールブレイカー追加でよかったな。コウモリ絶対いらなかったな。まだなんかバルキリ入りそうだからいいや。さあ、でこれどうしようかな、どっち向けに置こうかなとかいろいろ悩むんですけど、さあ一旦ボム置いてから考えようか。さあ、これ矢の雨外してます。やばいです、これ矢の雨外してるんで結構やばいです、結構やばいです、結構やばいです、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 やばいね。ちょっと待ってちょっと待ってね最近ジジイなのかな、やばいやばいなと思ってちょっと反応できなくなってきちゃったな。さあ、ちょっと気をつけましょう。まあアウプリはさすがに勝てます。はい、今んところね負けそうな香りがねほんのちょっとだけしてるかもしれないんですけど、余裕で勝ちます、圧勝です。さあね、もうゴリゴリに行ってこい、ウォールブレイカーガイン。いや強い。さあ、まあそんなわけでね、マジアチャーも生きるんでね僕は。でこれコウモリ出してるんでね、よいしょ。でこれあのプリン美味しいですね、無料です。降ってきました。あなたが攻めすぎただけなのに俺を笑ってくるんじゃねえ、オラ行ってこい。さあ、これねウッとされるんですけど両方ね入ります。でなんかね吹き矢も強いんですけど、なんかアウトローガールの攻撃速度がねめっちゃ上がった気がしますね。なんかコウモリとか今までさめっちゃ強かったんですよ。そのコウモリとかでアウトローガールやっつけたりとか、まあなんとかなったんですけど、なんかねこっちのコウモリが意外といかれちゃうんですよね。そう思った以上にアウトローガールのね攻撃速度が速くて、そう俺ってなんかそんなにやっつけられるっていうのをちょっと今日感じたので、まあガールの事故とか吹き矢の事故とかもちょっと気をつけていかないとなとは思いますね。さあ、というわけで天敵のマジアチャじゃねえね、マザネクいなくなったんでね結構強いと思うんですよね。というわけでコディゴ来ましたね。さあ、世界大会にも出てたコディゴですね。いやー、宝石か遅延スキャラでしょうね多分。もう宝石入る遅延スキャラぐらいないんですけど、コウモリやべえ。じゃあ宝石のライトニングホグはねホバーバルキリーみたいなのが昔あったけどポイズンだったんですよね、それは当時。いや、なんでちょっとわかんないですけど、相手今結構コスト使ったんだよね。いや、取るね。さあ、遅延ホグ。まあ、これがいて結構攻めてきたかな。やばい。ダメージ稼ぎたいんで、いきます。さあ、まあまあ、やられた分を取り返したって感じかな、これで。さあ、いやー、まあ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 、さあ、墓石ホグの、
トルネライトニングっていう珍しいですね。まあ、遅延ホグなのかな。昔なんかロケットかなんかではあったような気もするんですけどね。さあ、まあ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 、耐えましょう。まあ、ボムにライト打たれるとやっぱ入っちゃうんですけど、まあ、しっかり攻めながらね、プレッシャー与えながらいきましょう。ファルチ。いや、打っちゃおう。あー、いらんかった。絶対いらんかった。まあ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 。ボムでね、頑張りましょう。あと、マジアチャ猪木かな。まあ、ライトニングなんでね。おしまいマジアチャで頑張っていきたいよねっていう。そんな気持ちでね。さあ、ケツでちょっと警戒しながら高めに打っちゃおうかな。まあ、これライト打ったところで突破できないんでね、打ってこないです。さあ、からの、まあ、トルネもあったし、一旦高めで、でオールブレイクぐらい飛ばしていいと思います。うん、トルネか。さあ、打っと、いやー、これは射抜くのはね、一旦我慢。よっ、そんなおしゃれなキング起動、マジか。これ D が早く回したいですね。でこれ攻めてるんでね、ボムだけで守れるはず。トルネ使いコウモリに。いやー、ウッドがちょっと、ちょっとだけ怖いですけど、まあ言うて。てかなんか左がね、バルキリで意外と入ったっていう。さあ、まあここはさすがにスケも残ってるんで耐えれるでしょう。 OK。ふふふ、いや、怖くなってきた。墓石バルキリーアイスピュット持ってるんでね。うん、ホグファルチェの、なんか、形が変わったバージョンみたいなね。さあ、ワンチャントルネで持っていかれるかな。ああ、もうライトで来るんだね。さあ、ライトニング使ったんでね。射抜きます。もう射抜くこと以外はね、考えられません。やべえ、射抜けねえ、一発も。いいアイスピでカバーされましたね、ちょっと。さあ、スケだけ出してね、ちょっと。いろいろ警戒しながら。いや、これはいいんじゃない？これはいいんじゃない？いいんじゃない？いやー、惜しいね。めちゃくちゃ惜しいね。さあ、トルネで座れそう。てこねえな。これライトニングクロスね。コウモリで守ってますなんで。で、ここでさらに追加で攻めると。リガーが入る。いやー、トリネウッドうまいね。トリネウッドうまいけど、リガー入ってます。さあ、スケでね、ちょっと警戒しながら。コウモリで警戒しながら。うん。いや、これで相手ホグ飛ばしにくいんでね。さあ、しっかり攻めてあげて、位置とかもちょっと毎回変えながら、コウモリも出して、トルネもあるんですけどね。さあ、D が飛ばして、で、ワンチャンの怖いですね、僕は。ダメージ量で負けちゃうかもしれない。ヤナアメで削っていきます。さあ、もういい、高めとかいいね。いろんなところ出しながら。いや、これ来た。うまくね？タゲ取って、嫌な雨で、ピュー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 、やべやべやべ、この嫌な雨絶対やってる。で、俺、なんなら右がやべ。よいしょ。さあ、ちょっとトルネとか来てね。怖い怖い、ワンパンされるの怖いけど、オッケー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 、世界大会出場選手をね、倒して行くんないっす。さあ、グッドゲームですね。いや、このコディコって人ね、最近マジでバカうまいですよ。世界ランクとか見たら多分ね、マルチの上位とかね、結構いると思うんで。はい、要チェックしてください。てか、さっきあれだな、コディゴ、多分ファルチェ使ってたんすけど、ファルチェもね、強化されたんですよ。そういえば。HP かな？ HP が 5% かなんか 6% か忘れてましたけど、そんぐらいなんかね、強化されてた気がします。相手の、まあ、ラッキーウッドが降ってきましたね。いやー、行ってもよかったけどな。謎に行かなかったな、ちょっと。うん。まあ、そんなわけで、ファルチェ強化されたけど、ファルチェってマジで、まあ、ファルチェバルーン、ファルチェホグ、まあ、たまにファルチェのスケラーぐらいに使われるぐらいで、そんなまあ、使用されることはちょっとないんでね。まあ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 。あんま触れられてないですけどね。さあ、嫌でね、ちょっとやっていこう。これ入るんじゃね？
パシュンパシュン、やつ、いや、やばくね、そんな許してくれる。で、これ、あっちゃくいのクエクロイフですね。よいしょ。さあ、なんで、ボムで守ってもクエク撃たれるとダメージ結構受けちゃうんで。さあ、あなた、ファイスピー解放されたよ。ファイスピー解放されたんだよね。まあ、飛ぶ。なんで、しっかりね、ここクエクで守りながら、これ見てください。左側のあの、ディガーの位置で、右側のタワーのターゲット取ってるので、まあ、ここはさすがにね、檻を使うんですけど、もしね、ウッドで守ってきた際に、タワーのターゲットがね、あの、ディガーに行ってるので、まあ、ウォールブレイカー2発入るよねっていう。まあ、ちょっとね、なんか、おしゃれなね、ディガーと言いますか。最初はやっぱ入りますね。初見だと刺さるんで、ぜひ、ね、内側ディガーの逆サイウォールブレイカーとかもね。まあ、覚えておいて損はないかなと思います。さあ、このマジアチャクエイクウッドで励ます。なんで、励る前に攻めます。で、デリバリーがあるのかな？さあ、ちょっといろいろタイミングずらしてね。まあ攻めながら。で、このマジアチャが世界を変えてほしいなとか思いながら。さあ、ボムを置いて。このアチャクイやばいね。あ、待って、やばい。アチャクイやばい。うわぁ、やばい、やばい、待って、待って。アチャクイ、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 アチャクイ。え、俺、アチャクイに負けるもしかして。俺、あのボムの位置でさ、ターゲット取れるとちょっと思ってたな。取れなかったのやべえし。やべ、いろいろとやべ。いろいろとやばくなってきた。いや、でも、いや、これあれだ、左の書いたやつだ。もしかして。もしかしてだけど、ってやつ。やばいやばい、ただのいい教養になってね。やばいやばいやばい。また、普通にやばい。ガチでやばい。さあ、ちょっと頑張って。さあ、ちょっと頑張って。いやー、でっけえ。追い上げた。待って、追い上げた。追い上げたんだけど、危ない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 、いやマジ死ぬ気のボム、危ない危ない、来るよ来るよ、これ絶対来るよ。さあ、いやまあまあまあ、いやクエ削りやばいんですけどね、俺のマジアチャ見といてください。こっからえぐいっす、マジアチャです、ゴッツプラン、レッツゴー。あ、待って、おマジアチャのエム下手すぎるやないかーい、言うて、マジマジで、バカ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 、なんでここに来てマジアチャの今の俺のガチドヤ見せれるとこだったのにマジで下手だったっていう、マジかよ。ちょっと待って待って待って、ガチでちょっと今の恥ずかしくなってきたなね、ゴリゴリのドヤドヤだったんだけどな。さあ、とりあえず適当にでもね、ボム置いて嫌なんでピュッ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 。さあ、マジアチャでね、犬気を見ててよ、いくよ、あなたは何をどこに出してくるんだい、言うて。さあ、真ん中ね、もう警戒だけしといてね、射抜けるチャンスあったら射抜きます。まあ、これ柳雨圏内ですね。 OK、 危ねえ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 、いやマジ俺の今日一の見せ場やらかした。あれ、先置きのね、施設マジマジアチャの角度で射抜けてね、タワーダメージ与えれるんでね、もう一歩もう一歩マジアチャ前でしたね。いや恥ずかしい、マジかよ。さあ、行きました、これね、やっつければ多分順調かな。行きましょう、ウォールブレイカー、レッツゴー。とりあえずセッパ。さあ、スケルトン部隊。まあ、スケブは何にでも入ってるし、なんならマザリクがさ、いや、これさてちょっといて、いなくなったんでね、もう。ああ、スケキンとかもちょっと強くなったのかな、マザリク下方で。豚にされないですからね。さあ、まあ、スケキン、スケブってことは、ああ、スケラだと思ったんですけど、なんか、ちょっと違うっすね。公開、まあ、こう、もかつ？いや、待って、吹きはそっち行くんか。俺、最悪だ。なんか、俺の思ってた方に行かねえな。さあ、まあ、ウッドもある。まあ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 。これ後ろにスケブ出たところをオールブレイカー。いやー、そうはいかんか。で、いいフェか。まあ、スケキン枯渇。スケキン枯渇というわけで。バレバレなのかな、わかんないけど。スケバレは今んとこ来てないですね。で、ウッドがあったっすね。まあ、テンプレの。でも、いや、ちょっとわかんないです。まあ、枯渇ですね。はい。まあ、枯渇なんで。全然相性とかはね、悪くはないと思うけど。さあ、吹き矢、ちょっと厄介だね。なんかこっち来るんだね、君。どっちに行くのか、みたいなね。いや、これマジで右。いや、天才 AM 来た。
で、ウッドもあったんで、まあ、オールブレーカー行ってもいいけど、ぐらいだな。行かなくてもいいか。さあさあさあ。なんか、プリンセスフキア、デリウッド、これ、ハシマイプリンかな。うん。まあ、ようわからんけど、枯渇要素めっちゃ多いねっていう感じかな。さあ、一応ちょっとダメージ抑えたいんでな、ハシプリの。また防衛矢もちょっとしながら。いやあ、あれ射抜きたいね。てか、射抜いていいね。これ射抜かないわね。バカです。レッツゴー。で、相手、今んとこウッドなんで、まあ、ロキかファイボだったら、これマジで無双です。いやーこれやばいよね。えぐい。しかも延命してあげるから、俺さらに。いやーこれやばい。一定範囲で行かれるっていう、結局。さあ、守って、あとはもう、一生マジアチャでいじめていきたいと思いますね。まあ、多分、ロキか、まあ、ロキもなんもないかなんで、まあ一応ロケとか警戒して、マジアチャ下には出さないようにしたいね。よいしょ。さあ。で、いっぱい行ってね。いっぱい行きながらの真ん中吹き矢ぐらい行きそうだけどな。マジアチャ入るんだな。これがまた。さあ、強え。いや、マジアチャ。さあ、なんか普通に環境また舞い戻ってきた説あるんですよね。なんか、その、結局なんか最近はやっぱマザネクもいてさ、まあマザネク使うよね、みたいな感じだったんですけど、まあマザネク消えたならもう、マジアチャ使えばいいよねっていう話もね、あるっすよね。さあちょっと一回守ろう。いやマジ、吹きはこれ500入るっすからね、無視で。バカ入っちゃうんだね。さあここはでもそっち側を変に延命するとみたいなないかな。さあ、攻めでね、ちょっとリズム作っていきたいけどね、俺は。多分ロケとかないっすね。デリウッドなんでね。これデリがなかったら、ロケがあるんですけど、デリがあるんで、これ無視でいいな。さあ。これデリ使った後だよな。うん。いやー、待ってよ。来た、これ。1、2、うっす欲しい。 いやこれ攻め矢打てばなあると思うんだよ。いや攻め矢打てばっていう打とうと思ったんですけどね、一旦我慢でね。いやーマジアチャゲーでしたね。はい、マジでマジアチャ最強だ。楽しいね、マジで。復帰はだけちょっと怖い。復帰はちょっと怖いな。復帰はちょっと怖いな。攻め矢打ちてえな。攻め打ちてえな。さあ、で、このバルキリーさ、マジアチャだとさ、もう相手のスケキンがもう無能と化すよね。うん。これも、ああ、いいね。あ、もうそれも、いろいろ入るんじゃね。さあ、マジアチャ無双しながらの、オッケー。いやー、せっかくならあれタワー降りたいけどね。最後、マジアチャであれ、射抜くか。射抜いてあげましょう。マジカーチャ？オッケー、さあ。グッドゲームですよと。今、枯渇もね、アウプリとか、まあ、吹きアウトローの迫撃とかもいて、まあ、小物系ちょっと多いんで、ヤナアメ刺されるし、バルキリー強いし、まあ、マジアチャも結構活躍できる場が多いんじゃないかなっていうふうには思いますね。さあ、というわけで、普通に完走してないんでありがたいですね。でけー！はい、というわけで、今日はね、マジアチャオールブレイクやったんですけど、まあ、僕がただただ好きなデッキなのでね、まあまたこのデッキ紹介もね、はい、したいなと思います。いや、マジ楽しいし、マジ強い。チャンピオンにもね、まあ、ゴルナイはバルキリーで受けて、まあ、スケキンバルキリーボム。で、アチャキはまあ、空振っちゃったっすけど、コウモリスケとかバルキリー等でね、受けれますので、はい、ぜひ、チャンピオン持ってない方でも使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もお願いします。では、お疲れちゃんです。またね。